picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあドライバーのフィッティングをやっていただいて、まあ、ちょっとせっかくなんで、あのどんなものがあるのか、すごいたくさんいろいろ量があるんで、ちょっと峰さんに、ちょっと勉強したいです。いいね、とんでもないです。はい、一応店頭に並べてるのは、フィッティングに使うものをほとんどメインで置かせていただいてるので、壁面、フィッティング用のヘッドだったり、あとフィッティング用のシャットだったりっていうのをメインでご用意もさせていただいております。で、アイアンのフィッティングに使うもの、あとはそちらの下のアイアンのシャットとかも、これ全部アイアン用になります。これアイアン用。はい。で、店内にですね、中古のクラブをほとんど置いてないというゴルフパートナーとしてはかなり変わったお店になります、うんうん、ビニールついてないこの辺のは、はい、全部あの可変式ではないタイプのシダクラブになります。なるほど。でこの辺のビニールついてるクラブに関しては、販売をさせていただいてる新品のクラブになります、基本的にはほぼほぼ最新系のものだけのご用意になります。で、まあ、中古クラブ含めてお取り寄せ対応もちろんさせていただくことできますし、買い取りのみでお持ちいただいても大丈夫です。あ、普通にゴルフパートナーのサービスの中古クラブも取り寄せできるんですか。ございます、はい、買い取りももちろんさせていただいてます。買い取りしてるんだ、はい、すごい。これシャフトって何本ぐらいあるんですか。うちで今何本あるかな、はい、めっちゃたくさんあるみたいです。300、400ぐらいあるんですかね。ほぼ大手メーカーさんは全部ある感じですかね。そうですね、ある程度あるんですけれども、三菱さんと藤倉さんは結構バリエーションたくさんご用意させていただいてて、これ重さって何グラムから何グラムまであるんですか。ほぼほぼカタログのフルスペックご用意してます。なので例えば有名なシャフトだとベンタスだと50グラム台の、モデルにもよりますが R から70グラム台の X まで、はあ、それはすごいですね。はい、三菱さんとかだと50グラム台の R から80グラム台の TX まで、はい、ご用意させていただいてます。70グラムの X とか60の X があるっていうのはいいですよね。やっぱ特に60の X ってなかなかないじゃないですか。なんか60の S で次まあ70の X あるけどみたいな。はい、ここってこういうクラブだけですか、はい。あ、そのパターンとかは、はい、パターンはですね、反対側にいろいろさせていただいております。本当ですか。はい、あの、はい、パターンが本当に私安定しないんですけど、はい、それも見ていただくことも可能なんですか。もちろん可能でございます。へ、はい、パターンヘッティングもしてる。はい、やってみますか。はい、やってみたいです。はい、じゃあちょっと見させていただきます。パターンヘッティングできるんですね。はい、普段はどんなパターン。すごい、めっちゃいっぱいある。使ってますか。ピン型の、はい、あのスコッティキャメロン。キャメロン、はい、使ってます。すごい、初めて見た、こんなにパターンがいっぱいあるの。ちょっと長いかもしれないんで、はい、短めに持っていただいて、はい、どうぞこちらから、はい、目標この子に向かって、はい、もう本当普段通り気楽に、はい、例えば右行きやすいとか左行きやすいとか、ショートする、オーバーする、オーバーで、なんかたまにこう上に当たることが、上なんかここら辺に当たってるなみたいな、先っぽに当たってるなみたいなのがたまにあります、はい、思ったより何の癖もないですよね。はい、はい、あ、ですよ、はい、オーバー目に出るのは、うん、女性の方の特権なところがあるんで、うん、あ、そうなんですね、はい、あの、一緒に回ってると男性の方の方がショートしません、します、なんでそこからショートするのみたいな、そう
バンドがオーバーするって、はい、でオーバーしないと絶対に入らない、はい、それはね大事な部分だと思っていただいた方がいいです、うん、はい、大丈夫みたいです。でこの辺を見てみましょうか、はい、あんまり使ったことない形だと思うんですが、使ったことない、初めて見る、うん、何楽です超楽、めちゃめちゃ楽、はい、楽とかあるんだ、はい、音とかも入れて、はい、しかもあなたちゃんと打っててるな、はい、あ、はい、楽だ、ちょっと右手やすいかなっていうお話があったので、はい、こういうネックのものをちょっと使ってきたので、ネック、はい、いわゆるベントというシャフトが曲がってるタイプですね、を使ってみていただきたくて、はい、振っていただいてるのに本当に癖がないので、まっすぐ引いてまっすぐ出るようなイメージが出やすい中に、この子だと実は重りが前面についてます。本当だ、はい、なのででっかいんですよ、でっかいんですけど、いわゆる2ホールとかみたいな後ろが重いタイプではないので、ベーススッと入ってくるので、はい、そのあたりも捕まえやすいポイント、うんうん、はい、あとはベース柔らかいんで多分あんま飛んでくる気はしないと思うんですよ、うんうん、なので普段通り振っていただくとほんのちょっとだけタッチ弱くなると思うんですね、うんうん、なんかパンチショットみたいのは出にくいかなと思います、はいはい、なので力む必要ないですし、タッチも変える必要ない、うんうんうん、で距離感安くなるなっていうところで勝手にこの辺を選ばせていただきました。もうめちゃくちゃいいこれだ早いな33インチで来角そのままで全然大丈夫だと思います、はいはい、あ、はい、なるほど、あ、そっか、そうですよね、フィッティングスタジオが来角もここでできる、はい、変えられるやつは変えられる、はい、ベントデックのものに関してはその場で変えてお渡しもさせていただくことは可能でございます、はい、カットもインチアップも大丈夫です。あとはリシャフト、シャフトのみのご注文とかでももちろん対応させていただいてます。グリップ交換ももちろん大丈夫です。あれですか、自分のクラブのグリップ交換でもいいんですか。もちろん大丈夫です。あ、じゃあもう全然気軽に来れる感じですね。じゃあもう全てもここで揃う。そうですね、中古のクラブを置いてないというところ以外は基本的に何でもいけると思います。フィッティングって予約制じゃないですか。グリップ交換とか別に予約と電話とか別しないで直接来ちゃっても大丈夫なんです。大丈夫です。ただお預かりになる方が多いかなとは。時間の調整が、はい、何でもご相談いただける、はい、結構プロも使ってる方が非常に多いシリーズで、困ったプロが意外とこのパターン使ってるケースが多いんです、はい、シャフトの効果も相まって、はいはい、こっちがカーボンなんですけど、はい、っていうところもあって、まあ、別にパターン自体がお上手じゃないとかそういうことは全くないんです、うん、打ち方的に問題があるとか、うん、構えの問題があるとか、うん、そういうことは一切ないので、うん、こういうものを助けてくれるものとかを使っていただくと、うん、少し平均のパターン数減るかもしれないですね、はい、よくなるかも。70代出せるかな。出ると思いますよ、ショット調子良ければ。そうそう、ショットいいんですよ。いつもなんかパターでパンチが入ったり、はい、安定しないですよ。なんか日によって変わってくるから、はい、パターン、はい、なんかこれめちゃくちゃ安定してたから、うん、確かに出そう。皆さん、それも長さとかももうドンピシャ。はい、一応あと2球だけ、はい、軽くチェックだけさせてください、はい、長さ来角問題ないです。へぇ、もう一球いきましょう。はい、はい、いい感じ。はい、70出るわで、マジで本当にあ、そう、はい、じゃあさ、はい、買っちゃいます、ミネさん。かしこまりました。リンゴ料で買って、プレゼントします、
でもあれもう結構いっぱい今後動画出ないと。そうですね、はい、代わりにお願いします。そうですね、70代を出す動画。確かにそうですね、はい、そう、ぜひ。そう、前ほらやっぱさ、ずっとピン型でできてるじゃん。ずっともう変えてない。だからちょっと気分転換に変えてみて、うん、はい、うん、確かに、試してください。はい、早速行ってきます、コースに。はい、ぜひ。でも何よりもあれですよね、ドライバーもパッターもなんですけど、自分一人で探しに行くと迷走するじゃん。でもやっぱさ、ピンポイントで初めて会ってるのに、そうそう、この辺が合ってるとか、まあ、パターンがやばいよね、一発みたいな感じでさ。あれってのスイングとか見て、はい、こう、あ、こういう感じだなみたいな。そうですね、こういうの合ってるなみたいな、はい、そう、すごい。あんなになんかこれいいって言われたらもう買うしかないじゃんみたいな。まあぜひ、あの、視聴者の皆さんも、あの、まあ、あの、はい、フィッティングしないでとりあえず来てもらって、はい、こうグリップ交換からで峰さんとちょっと話してとかでも全然いいと思うんで、うん、ぜひ調布の方に、はい、はい、別にこちらに来てください。皆さんご相談ください。いや、すごい、来てよかった。はい、じゃあそんな感じで、はい、今日の動画は、はい、終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。とんでもないです、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。